皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した5月の予言を4回に分けてご紹介します。2024年5月の予言。美しい魂をお持ちの皆様、もう5月になります。私たちやこの地球に一体何をもたらしてくれるのでしょうか。様々な変化やシフトがこの地球にやってきます。そして素晴らしい時とチャンスを私たち人類に与えてくれます。では一体何が起こるのでしょうか。目を見張るような変革や発明もあれば、人類を統制するさらなる動きも出てくるでしょう。新たな対立も起こるのでしょうか。津波が西太平洋を襲うのでしょうか。5月に世界は変わり、爆発的なエネルギーが5月の半ばから終盤にかけて入ってきます。糖尿病やがん、その他の病気の治療に画期的な発見があるのでしょうか。アメリカが攻撃される可能性があり、中西部やオーストラリアといくつかの国が懸念されます。ナイアガラの滝と複数のクルーズ船についても警告があります。占星術と数秘術を駆使してどうすれば5月を最大限によく過ごせるのかについて、それに加えて個別の予言やビジョンについてもお伝えします。私のスピリットガイドたちがこれらのメッセージを教えてくれます。美しい魂をお持ちの皆様、気をしっかり持ってください。5月はジェットコースターに乗っているかのような素晴らしい機会に恵まれ、世界的な出来事が起こる月でもあります。それでは2024年5月の予言にご案内します。皆様を心から歓迎します。5月の牡牛座生まれの方と5月後半の双子座生まれの皆様の誕生日をお祝いします。誕生日を迎える方は以前配信した誕生日についての動画をご覧いただければ、その日が1年で最も力強い日だということがわかると思います。占星術での新年を最もパワフルにする方法を解説しています。5月はとても深く極端で大事な月であり、今まで見たこともないほどの変化と再生を目撃することになるでしょう。いくつかの破壊的な残念な出来事も起こりますが、破滅の後の灰の中から人類は新たな段階へと進むことができます。本当にこの地球にとって素晴らしい時期になるのです。大いなる目的のために真に人々が一つになることができ、多くの人々が立ち上がり自分たちの権力を取り戻します。そして私たちを縛る制約から解放するのです。ですがそこに至るまでは長い道のりとなります。数秘術から見れば5月は4の波動に覆われます。2020年のことはまだ忘れられないと思いますが、その年が数秘術では4の年でした。5月もそうですが、私たちは人生の細部にわたり見直す必要があり、心理的にも肉体的にもロックダウンされたような状態になります。また4の波動の時期は普段よりも健康に気をつけなければならず、新たな感染症が流行る可能性も高まります。それは H1 型の鳥インフルエンザかもしれませんが、また後ほどその点は掘り下げましょう。5月の4の波動はとても強い将来への基盤を作ってくれます。これは私たちにとって安定する枠組みとなり、教育的なエネルギーを発揮し、個人的でかつプロフェッショナルとしての願望を実現できます。2020年を思い出してみれば、人々は大変不満を持っていましたが、これまでに経験したことのないほどの変化を体験しました。そしてこれまで以上に人生に向き合わなければなりませんでした。成長するためにそのことを認識させられたのです。5月2日は冥王星がとても力強く目立つ形で水瓶座に戻り、この過程は本当に効果を発揮します。これは深い変化の時として記録され、時代の流れの改変を集中的に引き起こすでしょう。この変化は私たちの大きな集団における立ち位置を前向きに変革します。水瓶座と冥王星のコンビはあらゆる時代遅れのパターンから私たちを解放してくれます。
そして一緒になって自由と平等に基づいた新たな考え方を抱かせてくれます。この時期は深く本心に根ざした本当の意味での変化を直感的に体験し、自分の人生に調整を加えて情熱を持って行動に移すことができます。冥王星と水瓶座の組み合わせは4の数の持つ教育的な側面が強調され、この5月に意味のない変革に対する反動が起こります。5月にこれらのことを胸に抱いて建設的で忍耐ある変化を起こし、かつ根気強く続けましょう。忍耐を伴う変化は時間と献身が必要なのです。5月にする根気がいる作業は将来をさらに明るくするための基盤となり、想像し得ないくらいの豊かで幸福な未来へとつながります。数秘術の観点から言えば4の月はとても強靭な基礎を築く時期であり、目標に向かって勤勉に努力する月でもあります。この4の月である5月を最大限うまく過ごすためにやっていいこととやってはいけないことがあります。まず5月にすべきことは自分の目標を今一度考え直すことです。4の波動はそのようにするのを促し、特に水星逆行に伴うエネルギーシフトを抜け出した今はうってつけの時期となります。じっくり腰を据えて集中しやすくなり、系統立てて細部まで皆様の目標を見直すことができます。まずは目標を書き出せば漏れがなくなります。私も突然何かひらめいた時は必ずスマホを開いて書き残すようにしています。特に自分の目標やプロジェクトについてはその法則が当てはまり、自分の時間を効率的に使いながら計画的に進めることができます。もちろん苦難もありますが4の波動は私たちを後押しし、さらに教育的な影響を及ぼします。皆様の目標をもっと明確にするように4の波動が働きかけてくれるのです。そうやって今まで大変だった仕事が4の波動のおかげで楽にできるようになります。一貫性が進歩する上での鍵となります。それ以外で5月に注目すべき点は実践的なお話で、人生における実践的なもの、例えば資金面や仕事面などでも規律が出てきてそれらの予算について考え、リフォームをしたり自分の仕事のやり方を見直したりするのに最適です。2020年を思い出していただければ、多くの人たちがロックダウンの中でカーテンや家の色合いを見て塗り直したりしました。私もアリゾナに越してきてから何年もそのようなものに無頓着だったのですが、その4の波動の年にそれらを見直し、またガーデニングを始めました。またすべきこととしては将来に備えることで恐れることではありません。長期的にことを進めるためには忍耐力や安定性が必要で、将来への願望を叶える基礎が必要です。自分の将来のために備えるのです。長期的なビジョンと計画が必要です。それ以外で4の波動の時にすべきなのは挑戦を厭わないことで、それらを受け入れたとえマラソンであっても自分なりのやり方で進めましょう。そうすることでそれらを克服し、将来遭遇するであろうさらに大きな障害にも対処できるようになります。4の波動に触れればとても偉大で素晴らしい時間を過ごせるでしょう。いかがでしょうか？冒頭でジョセフさんが言ったように、気づいたらもう今年も5月になってしまいました。時間の経つのが早いのは年のせいだけなのでしょうか？こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。